はい、どうも、こんにちは。今回はまた逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、みつるぎの部屋 に行って、なんかみつるぎから事件のことをまたちょっと聞いて、まあもっと事件のこと詳しく知りたいんだったら、なんか、今いるね、この警察局に行ったらどうですかみたいな感じで提案されて、じゃあ行こうってところで前回終わったのかな。やっていこうか。誰がいんの？お。やっと着きましたね。なんでこんなに検事局から離れたとこに立てるかな、警察局。タクシーで30分近くかかったね。いつも刑事課に行くから警察局に来るのは初めて。ん？なんだ、あれ。あ、殴られてる。なに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 、どうしたどうした、なになになに、めっちゃ動くじゃん。ボロボロだし、あれか、お金なかったのか、直さなかったのか。不気味ですね。なんか、わきわき、わきわき、わきわきと動いてますよ。ああ。ちょっと BGM でかいな。ああ、こいつなら確か、大保君とか言ったっけ？あれだね、部長かなんかが考えたキャラクターみたいな。将来警察のマスコットになるかもしれないよ。わ、なるほどさん、警察マニアですね。でも、なんか、どこかで見たことあるような。するり、逮捕くんの隣だけど。逮捕くんと一緒に踊ってる人がいますね。あ、私たちに気がついたみたい。すごい勢いでこっちに走ってくるな。あんた、ここで何を。それはこっちのセリフですよ、糸のこ刑事。どうしてこんなところで踊ってるんですか？え、それはその。せっかくだ。暇みたいだし、いろいろ聞かせてもらおう。暇じゃないっす。なんで心の声聞こえてんのよ。とにかくあんたに一つだけ忠告しておくっす。感情の弁護だけは引き受けちゃダメっす。どうしてそんなこと言うんですか？首席検事殿ははっきり犯行を認めているっす。被害者の捜査官を検事局に呼び出して殺害したと。でもそれが本音かどうかわからないじゃないですか。その決定的な証拠もたくさんあるっすし。でもそんなのでっち上げかもしれないじゃないですか。あんた、ちょっといいっすか？はい、僕ですか。なんで自分こんなちっちゃい子に怒られなきゃならないっす？その子、妹さんなんですよ。ほおずきともえさんの。うげへ、首席検事殿の。ちゃんと捜査してくださいね。いわばその科学的に。そうっす。ここであんまり大きな声で言わない方がいいっすよ。でっち上げなんて。え？我々は今その言葉に敏感になってるっすから。それで何してるんですか、こんなところで。なんというか追い出されちゃったっす、刑事課を。どのこ刑事、また何かやっちゃったんですか？なんすか、またとは。じゃあどうしたんですか？今大変なんですよね、そのお姉ちゃんのことで。そうっすね。首席検事の殺人なんて前代未聞っすから。今刑事課に入れるのは刑事部長より偉い人たちだけっす。我々平野刑事は混ぜてもらえないっす。そんな、いくら首席検事の裁判でもさすがに不自然じゃないか。とりあえず自分は今日中にこの踊りをマスターしようかなと。お前、追い出されてやることなくなった結果見つけた仕事それよ、お前。見つけた仕事、お前それかよ。警察がやるべきことじゃないだろう。他にすることないんですか？全く同じこと言ってたな。ちょっと滑舌が。事件の捜査は警察局長殿がご自身で指揮を執ってるっすし、検事局の地下駐車場の捜査には在門巡査が任命されたっす。左衛門さん、そういえば、茜ちゃん知り合いみたいだったな。巡査が現場の指揮を任される。これまた前代未聞っす。へえ、なんかある感突きつけるやつ。突きつけるやつあるかな？これだって。
あ、いけないよね、だって。じゃあなんか、あ、一回調べてみるか。てかなんか、あ、いけるっしょ。なるほどさん、警察のマークどういう意味か知ってますか？知らないよ、何なの？私ね、これ宇宙ステーションだと思ってたんですよ、昔。え、小さい頃の話ですけど、ほら形が似てるでしょ。ああ、見たことないから、宇宙ステーションは。でもそれはありえないって気づいたんです、去年。だってポリステーションです、ポリスステーションですからね、警察署は。もっと早く気づきたかったね、それも別の形で。大人は対応したな。ケイツさんたちが見える、みんな忙しそうだ。あのドアの向こうで今まさに繰り広げられてるんですね、刑事ドラマが。事件は現場で起きてるんじゃない、鍵室残ってるんだ。確かに間違いではないけど、妙にモヤモヤするな。うん、おまわりさんが敬礼している、相手は刑事さんだろうか。そこで俺は言ってやったさ、活動冷めるぜってな。いい話であります、本官泣けてきました。あいつじゃないのそれ、本官。敬礼じゃなくて涙を拭いてるみたいですね。いいコンビになりそうだ。なるほどさん、パトカーの色なんで白黒か知ってますか？知らないよ、どうして？私ね、あれおむすびをデザインしたんだと思うんですよ。おむすび。まあ科学的な根拠はありませんけどね。ちなみにどうしてそう思うの？小学生の頃遠足で見学に来た時、パッとひらめいたんです、お弁当の時間に。今度パンダを見に行く時はサンドイッチにした方がいいよ。なんか、なるほど、キレキレだな今回。なんか今回ってこのなんか第5章、結構なんか冷めたツッコミするなお前。あの、あれのことなんですけど。踊る大北くんすか？ズバリ自信作っす。来た。糸の子刑事が作ったんですかこれ。課長との設計図をもとに自分が腕を振るってみたっす。え、でもさ、いや、すげえボロボロだけどさ、これ作れるのお前すごくない？普通に。普通こういうの業者に任すんじゃないの？へえ。ここでも置けるように電池で動くようにしてあるっす。スイッチがないから電池が切れるまで踊り狂うっす。悲しい運命なんですね、太保くん。あっ、太保くんファイルした。でもこういうポスターの顔ってなんかピンと来ないんですよね。確かに間違いではないけど、妙にモヤモヤするな。なんかあるかな、いろいろ突きつけてみようか。あの糸の子刑事、これなんですけど。お、あんたこれ捜査官の ID じゃないっすか。メスよ、拾ったらちゃんと交番に届けないと。あんたみたいなのがいるからいつも自分怒られちゃうっす。糸の子刑事、いつも落とすみたいだな ID カード。え、なになに、正しき道を。正しき、最近どっかで聞いたような。やられた人じゃないの？気のせいっすね、きっと。やられた人だな、多分これ。写真的にね。でも、刑事課で一緒に。うおー、気のせいじゃなかったっす。正しき道夫といえば、今回の事件の被害者っす。なんとなく、そんな気はしてたんだよな。刑事さん、お話聞かせてください。こうやって進めていくんだな。やっぱ第5章からはちゃんとそういうとこしっかりしてるよな。第3章ぐらいまではさ、あんまり突きつけて発展ってことはなかったけどさ、徐々にね、やっぱ突きつけて発展が増えてきて、ちょっと俺もね、難しくなってるわ。この ID カード、被害者のものだったんですね。彼は自分と同じく捜査官、いわゆる刑事だったっす。正しき道を巡査部長。なんかちょっと不思議ですね。被害者の ID カードがどうしてあんなところに落ちてたのか。確かにな、普通回収してるはずだもんな。昨日は正しき刑事は警察局にいたはずっすよ。2年前に担当した事件の証拠品の申し送りがあったっすから。申し送り？
三木健二さんもそんなことを言ってましたね。でも忠敷さんが殺害されたの検事局でしたよね。だからその言いにくいっすけど、おじき首席検事殿が呼び出したっす、地下駐車場に。巴さんもそれを認めてるってわけか。なんかあるかな。凶器はこれ、凶器大丈夫か、これナイフ見せて。あれ、あ、三木検事の車に三木検事のナイフ。どうしてホセホオズキ首席検事殿はそんなことをしたっすかね。あ、いやいや、もちろん犯人は別の人間っす。優しいなお前は。その犯人はまるで三木検事の恨みでもあるみたいっすね。確かに偶然とは思えないよな。三木検事さん、一体何があったんだろう。詳しく聞いてみたいな、あいつのこと。あいつのこと聞けんの。え、なになに、あいつのことって。あ、これ検事オブザイヤーじゃない。おつれ、昨日三木検事がもらった検事オブザイヤーっす。授賞式、糸の子刑事も出席していたんですか。そりゃそうっす、自分ももらったっすよ、努力賞。はあ、おめでとうございます。それにしてもなんで盾なんですか。しかも割れてるし。それはもちろんちゃんと理由があるっす。あ、弁護したものを破るってことかな。盾がだから言ったらその何、弁護って守ることだから、それを打ち破る、そういうことかな、検事っていうのは。忘れたらしいな、どうやら。もう三木検事が受賞して自分も嬉しいっす。検事局では彼を認める声ばかりじゃないっすからね。黒い噂か。そろそろ終わったんじゃないのこれ。あ、あった。辛い立場に立たされてるっす、今もなお。今も懐かしいね、ちょっと前にやったよな。きっかけはあの事件っす、生倉弁護士の殺害事件。でも三木検事さんの無実は立証されたじゃないですか。検事には昔からいろいろな噂があったっす。証拠の捏造や証人との取引とか、今まではかけてひそひそささやかれてたっすが、殺人事件の容疑者になってからみんなもう遠慮なしっす。そんな証拠もないのに。実際三木検事は上層部とのつながりが不自然に強くて、ちょっぴり怪しまれても仕方ないというか、そのそこまで苦しい立場にいたのか、あいつ。今回の件もそうっす。この法廷を引き受けたのは首席検事の座を狙ってるから、そんな噂もあるぐらいっす。なんですって。でも自分には分かってるっす。大月首席検事の法廷なんて誰もやりたくないっす。三木検事はあえて貧乏くじを引いたっす、みんなのために。まあ自分が話せるのはこんなところですかね。何分事件を担当してないっすから。ありがとうございました。でも糸の子刑事が担当していないなんて珍しいですね。地下駐車場の担当の人を何て言いましたっけ。財門巡査っすか。警察局長直々のメール任命っすから勝てないっす。ミスターサイモン、やっぱりアメリカから。いやいや、財門っす。ザイモン・キョウスケ。立派な日本人っす。え、そうなんですか。まあまあ、ここは一つ自分が便宜を図ってあげるっす。これを見せれば現場を調べさせてもらえるっすよ、多分。なんか罰してっけど、何あれ、紹介状。この刑事さんにそんな力があるのか。でっかい泥船に乗った気分でひとっ走り行ってくるっす。泥船かい。泥船かい。そこはやっぱちゃんと、お、捜査はまだ続いてるみたいだな。じゃあお店に戻るわね。今日はこの公園に骨を埋めることになりそうさ。今夜は夢で会うとしようか、ベイビー。で、この二人が繋がってんの、まさか。あら、またいらしたの。あ、どうも。
お前の子忘れちゃった、もう。どうしたのかしら、その目。言いませんでしたかしら。私、捜査官にも彼がいるのです、いるんですのよ。シュエースの彼は何だったんだよ。あ、別のね。はい、どうした、バンビーナー。鍵をなくした鍵っ子、そんな切ない目してるぜ。ザイモン京介。確かこの現場の責任者だったよな。ハセンの、手探そうか。あの、聞かせていただきたいことがあるんですけど。事件の現場はそう、夢破れた男たちの墓場さ。俺はそれを見守るよ、夢の番に。砂漠の裁きを夢見て眠るのさ。寝ちゃった。とにかくこのならず者の注意を引くものを見せてみようか。しゃあないな、もう。行け。あれ違う。ん？あ、突きつけるか。これ読んでもらえますか。なんだいこいつは。ファンレターは単壺に頼む。糸の子刑事の紹介状です。捜査させてもらえませんか。糸の子、ああ、あの愉快なブルドッグか。ふーん。バースデーパーティーでも追っ始めるつもりかい？え？見ろよ、紹介状のところが招待状になってるぜ。書き間違いだと思います。なんで糸の子刑事の文の恥を僕が書くんだよ。いいだろうさ、他ならぬ刑事殿の欠番状だ。巡査風情の俺としちゃ聞かなくちゃならないだろうね。ありがとう、ザイモンさん。そういえば、そうか、糸の子刑事よりも下なんだ。ザイモンさんは巡査だ、刑事じゃない。あれ、変だな。事件現場の責任者は刑事以上のはずなのに。さて、それでは皆様、手がかりがうなっている我らが近郊へようこそ。俺たちの合言葉は開拓精神、せいぜい楽しむとしようか。開拓精神と。さ、なるほどさん、一応やりますよ。こいつはもういらないな。丸めて捨てた。別に捨てなくてもいいだろう。あ、聞こうか。あ、ザイモンさん、被害者のことを聞かせてもらえますか。ええやつはみんな死んでいく。これでいいかい、カウボーイ。いやいや、もう少し詳しくお願いします。正しき道夫さん、刑事さんだったんですよね。やれやれ、世話の焼ける子馬ちゃんたちだね。正しきが刺されたのはここさ、5時15分頃のことだよ。さすらうマドンナの微笑みが俺にそう物語っていたさ。お京さんの証言か。胸を一突きやっつけ仕事にしちゃ上出来の部類だろうね。こいつが解剖記録だよ。あ、これ大事だな。あのお姉ちゃんと被害者はどういう関係だったんですか。それが妙といえば妙なのさ、バンビーナ。大月史跡検事と正しき刑事にはほとんど接点がないんだよ。接点がない。何年か前に一度一緒に仕事をしたことがあるが、つまり動機がない、そういうことか。正しきは取り立てて優秀な捜査官でもなかったんだ。史跡検事と仕事できるチャンスがなかった、そう言えるようだね。でもお姉ちゃんは事件当日被害者を呼び出したんですよね、この駐車場に。ああ、そのようだ。人間相手の闘技をするためにね。こんなこと聞いてあれですけど、ザイモンさん巡査なんですよね、刑事ではなくて。おやおや、ここがテキサスならあんた銃殺されているところさ。え、これでも2年前までは捜査官、立派な刑事だったさ。あ、そうなんですか。先に言えよ。でも巡査は捜査の指揮を取ることはできないんじゃ。その通りだよ、バンビーナ。じゃあなぜ巡査のあなたが指揮を。なに、人手が足りてないだけさ。俺はただの見張り番だよ。あれ、おかしいな。どの子刑事さんは暇。
手が空いているようでしたけど。かわいそうなブルドッグだよ。振るべき尻尾が見つからない。あのミツルギと一緒にいるせいかもしれないね。ミツルギですか。あのブルドッグは外された。警察局長の決定さ。ちなみに本人は外されたことに気づいてないみたいだけどね。捜査から外されてる糸の子刑事が。はぶられてんじゃん、糸の子さん。なんかこっから先は操作しちゃダメって言ってなかったっけ。あ、でも消えたんじゃん、なんか。おいおい、これどうしようかな。なんか突きつけた方がいいかな。でもな、別に これぐらいか。そいつは警察官たちのパスポートかい。大式刑事の ID カードです。ちょっと不思議なことに、ずいぶん現場から離れたところに落ちていたんですよ。この国は実にちっぽけだ。テキサスの砂漠に比べたらね。テキサス、そのちっぽけな国のちっぽけな殺人現場のちっぽけな証拠品。たかだか数メートル離れていたから何だって言うんだい。自然な証拠に出会ったらテキサスを思い浮かべろっと。勉強になりますね、プロの言葉はやっぱり。それ調べればいいのかな。じゃあ、でも現状この携帯ぐらいしかないか。ただまあ新しくなってるからな。そうか、前回強制退場だったもんな。これは携帯電話だね。科学的に考えて被害者のものじゃないでしょうか。他に思いつかないし。どこが科学的だよ。とにかく調べてみようか。よし、詳しく調べてみよう。あ、来た。あのモードじゃない。勝手に動く、勝手に動く、勝手に動く。あ、ここから動かせるわ。ふん、ちょっとガラケーって古いな。おいおい、開けちゃった。電話のスクリーンを見るとリダイヤル表示になってますね。リダイヤル、あのね、なるほどさん、最近の携帯電話には発信と着信の記録が残るんです。青いボタンを押せば最後にかけた番号を呼び出してくれるんですよ。便利になったもんでしょ。なるほどさんが知らないうちに。悪いけどリダイヤルくらいは知ってるよ、僕も。ごめんなさい。なるほどさん、人時代前の人に見えるから。やれやれ、もう少し調べてみる、調べてみるか。まあ裏側意味ないバッテリーだもんな、ただの。じゃあリダイヤルボタン押してみるか。もうそれぐらいしか押すとこないもんな、普通に。あれ、なんかないよな。スラップも普通だしな。行こうか。さてさて、誰にかかったものか。弁護士は後先考えず、とりあえずボタンを押すと。大丈夫か。あ、じゃ、父様か。父様だよね、これ多分。いい音楽だな。わ、このメロディーは。へい、すごい、どうした。あ、いや、すいません。見てたぜ、カウボーイ。あんた今、その電話でリダイヤルをしたな。まあ。この電話何なんですか？そこに落ちてたんですけど。そいつはな、大月と思え、首席検事のものさ。お姉ちゃんの？犯行直後、身柄を確保された時、落としたらしい。発信記録によるとどうやら事件が起こったまさにその時間、誰かに電話をかけたようだな。通話時間は数分だがね。一体誰に？それがわからなかったのさ。だからカウボーイ、質問に答えてもらえるかい。たった今鳴った電話は一体。いや、そのすいません、僕の電話だったんですけど。よりにもよって？
なんだと、あんたの電話？なんというか言いにくいんですけど、そのお前がまさかのあれなの？トム様着メロにしてんの？ああ、そういうこと。あ、そういうことね。いいタイミングでかかってきたみたいです。間違い電話。ここがテキサスならあんた弾丸を噛んでるとこだぜ。やれやれ、怒っていっちまったよ。でもどっか行っちゃったら楽じゃん。もういろいろ調べちゃおうぜ。どうやらこれが死体が発見された。あ、ここ見たか、見たか、これ見て、見た、見たけど、あれなのか、リセットされてんのかな、やっぱり。うん、被害者の死体の形をロープでなぞってあるんだよ。被害者、トランクを閉めるとき挟まって死んだのでしょうか。こんな発想する子他には絶対いないだろうな。他なんかあるかな。怪しいとこ特にないよな。ボタンあれ光るかな。関係ないよな。普通あれだよ、多分車移動させるための。この金網の向こうが B ブロック、外来車用のエリアだね。あ、遠くにちっちゃく見えます、弁当ランドの車。本当だ、ドアの脇に可愛い絵が描いてあるね。牛のキャラクターが実にうまそうにステーキを食べてる。そういうのってなんかやるせない感じがしませんか。考えすぎだよ。あー、共食い的な。これでも終わったよな。あ、危険じゃん。これ聞いて終わろうかな。とにかく接点はないんですよね、お姉ちゃんと正しき捜査官。その通りさ。しかしまあ、そいつを補ってあまりある。補ってあまりある。ん、補って証拠品のゴールドラッシュだがね。それに明日の法廷に立つ検事があの御剣と来ればもう海は決まったよ。バンビーナには気の毒だけど。サイモンさん。なんだい、バンビーナ。どうしてそんな言い方するんですか。サイモンさん、昔はお姉ちゃんと。昔何かつながりがあったのか。悪かったね。確かにこんなこと言うべきじゃないよ。検事局に吹き下ろすこの嫌な空風のせいかもしれないね。確かにここには誰かの悪意が渦巻いている。スルギレージの疑惑、早いもんさ。もう2年は経つよ。証拠のでっち上げや証人との取引ですか。ああ、勝つためには手段は選ばない。だからこそ無敗だったのさ、あんたに会うまではな。俺のこと知ってるんすか、まさか。でも噂はあくまでも噂じゃないんですか。検事さんの世界は、では証拠が全てじゃないんですか。剣の疑惑そのものをたどっていくと、ある人物にたどり着く。誰も口に出すことはできないアンタッチャブルの世界さ。ある人物。バンビナ、君のお姉さんだ。首席検事、ホオズキトモエ。え、お姉ちゃんが。ミツルギ一人でやんちゃな遊びができるわけじゃない。取引という名の弾丸をシリンダーに込める人間がいる。バカだ、ミツルギはそんなことをするはずがない。弾丸ないところに銃声はない。荒野の老人たちの言葉さ。どこかにでかい秘密がある。みんな気づいているのさ。だからトノコ刑事は捜査から外されたのか。剣に一番近いところにいるから。何、まだ終わんねえの。どこどこどこ、何何、どこで終わるんだよこれ。え、これもう一回携帯、ちょっと携帯見てみるか。携帯で行って終わんなかったら。お姉ちゃんの携帯電話ですね。発信時刻は5時18分。正しきが殺害された直後だ。夜のデートをキャンセルしたのかもしれないぜ。
巴さん一体何のために電話なんか。終わり？ないもん。午後5時12分か。賢者の真っ赤なジャジャマがトロットで入場してきたわけさ。トロット。俺のマドンナの証言によると犯行はその3分後だった。どうやら首席検事殿は待っていたようだな。赤い馬に乗った王子様がお帰りになるのをな。つまり犯人は最初から三剣の車を犯行に使うつもりだった。やっぱこれ違うな。だったらもうないよ。あ、これ消えんだ。ブリキのお茶か。お似合いだなお坊ちゃまには。そんなもので何が守れる。ああ大門さん、さっきから三剣賢治の悪口ばっかり。まあ三剣のことが嫌いなのはよく分かったよ。確か俺が刑事だった頃こいつをもらったことがあったな。もしかして刑事の刑ですか。使い回してるぞ。検事局と警察局は意外にケチと。まったくね、昔よりもさらにケチになってるようだよ。ないんだけど。終わっちゃった。終わっちゃったんだけど。なんかイベント起きねえかな。終わっちゃったな。ちょっと待ってよ。あと三剣のとこ行って、なんか怒るか。怒んないけど、あったっけこんなの。これなんだ。だって全部突きつけたよな、一応。太陽くん違うか。太陽くん見れるじゃん。何これ。でもなくないっすか。もうあれかな、解剖記録のこと詳しく聞くみたいな感じかな。いやでも時間いい感じなんで、ね、ちょっと最後行ってみるわ。これで。あ、違うか。まあいいや、今回一旦切るか。わかんねえよ。はい、じゃあとりあえず終わるわ。じゃあ、あざしたと思ったけど、まだちょっとすげえキレ悪いし。これ時間伸びちゃうけど、なんかこう改めてこうやって見てたらさ、まだこことここ見てなかったから、それ見て進んだら終わるわ。あまりにも終わり方が気持ち悪かったから、ここだけやるわ。あ、めちゃくちゃヒントあったじゃん。よかった。ちょっと時間長くなっちゃうかも。あ、なんか書いてありますよ。67、12月2日かな。ほんとだ。67S 12月2日かな。上に名前が印刷されてますね。正しきって。殺害された時にポケットから落ちたのか。で、どういう意味なんですか。なるほどさん、わかるわけないだろ。なるほど、弁護士と三剣賢治さんとの差はここにこの辺にありと。三剣でもわからないと思うけど。これ大事だな。どうですか、なるほどさん。手がかりは揃ってきたかな。解剖記録に被害者のメモに、携帯電話か。よかった。気になるのは、巴さん自身が犯行を認めてることだね。私がやったって。大丈夫ですよ。お姉ちゃんが犯人じゃないのは私が保証しますから。ところで、あかねちゃん。はい。君の持っている携帯電話の着信メロディー知ってるよ。え？どういうことこれ。じゃあ一緒なの？大江戸戦士殿様か。じゃあ、やっぱ妹に電話したのかな、お姉ちゃん今。ってことはね、そういうことだよな。今、ヤングに大人気のヒーローなんだってね。
ああ、なるほど、カバーしたんだ。お前、かばったんだ。この名前なんだっけ？あかねちゃんかばったんだ。かっこよ、お前。さっき鳴ったのは僕の電話じゃなかった。そう。君のだよ、あかねちゃん。大月智恵さんは事件が発生した直後、君に電話かけた。そうだね。ごめんなさい、私。聞かせてくれないの？お姉さんと何を話したか。すぐ切れちゃったから。そうか、わかった。殺害されたのは現職の捜査官。被告人は検事局のナンバーワン。もしかしたら僕は、まだこの事件の全てを知らないのかもしれない。終わっちゃったな、これ。いや、そう、アサリミスだな。調査ミスのせいでなんか気持ち悪くなっちゃったな。すげえ切りよかったのに。日付バレるな。最近気づいたけど。よっしゃ、ここで終わろう。はい。あれ？あれ？あ、ここ来た。はい、というわけで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。